はい、どうもことです。今回はね、エレキギター初心者が初めの頃にやっておくべき練習を5つ紹介いたします。どうすればギターが上手くなりますかっていうね、まあこれが多分ギター初心者の方にとって一番の悩みだと思うんですよね。結構ね、多くの教則本とか、ウェブサイトとか見てると、やっぱり練習あるのみっていうことが一番言われてるんですけど、まあこれに関しては間違いないんですけど、まあその練習をいかに効率よく、まあ、質を高めるかっていうのが一番重要で、で、さらにこれを積み重ねる、日々のルーティン化することが、まあ、これが一番ギター上達のための近道なので、まあ、なので今回はその、まあ、具体的に5つの練習項目上げていくんで、まあ、それで今回はね、特にどんな練習すればいいかって、まあ、あまりわからないと思うんで、具体的に5つ上げていくんで、最後までぜひよろしくお願いします。よかったら途中わからないこととかあったら、コメントくれれば、まあ、できる限りコメント読んで、返信するんで、ぜひコメントください。まず1個目なんですけども、まあ、リズム練習ですね、まあ、これは前の動画でも言ったと思うんですけど、まあ、リズムが一番そのアマチュアとプロを分ける、まあ、境目だと僕は思ってて、まあ、シンプルなフレーズでもリズムが合ってればうまく聞こえるし、まあ、早弾きとか難しいフレーズ弾けてもリズムがブレてるとあんまりうまく聞こえないんですよね。だそういった意味でも、もう初めの頃からしっかりそのメトロノームとかクリックを鳴らして、まあ、それと一緒に、まあ、特にリズム練習とかっていうのはしなくてもいいんですけど、ドラマーがやるようなそのクリックと一緒にやってるだけで、ある程度そのリズム感っていうのがだいぶ身についてくるんで、まあ、必ずだから普段からそのクリックと一緒に練習するようにして、まあ、最近だとアプリとか無料のメトロノームとかいっぱいあるんで、まあ、よかったら検索してみてください。で、次2つ目なんですけども、オルタネイトピッキングですね。まあ、オルタネイトとは何ぞやっていう話なんですけど、まあ、例えば C コードの、まあ、こういうリズムがあったとして、結構ね、初心者の方って初めこう全部ダウンで弾きがちなんですけど、まあ、ダウンの方が簡単なんで、まあ、これがあんまりよろしくなくて、まあ、しっかりこう上下腕の振りをキープして、常に腕はこの1、2、3、4、1、2、3、4っていう動きは固定して、まあ、要はどこからピッキングするかっていうことなんですよ。腕の振りはこうなんで、まあ、どこを当てるか、まあ、これコードだけじゃなくて一応単音弾きとかにも、まあ、全部このオルタネイトピッキングっていうのは結構当てはまるんですけど、まあ、これね、一つ目に言ったリズムにも結構関係してくるんで、非常にまあ重要ですね。初めのうちにこれをしっかり練習することで、まあ、こうやってダウンで全部弾くよりかはかなりリズムが安定します。体のノリでずっとこう、要はこの右手の振りがもうリズムをキープしてくれてるんで、でもどこを弦に当ててるかみたいな感じなので、これだと、まあ、結構ブレやすいんですよね。まあ、なるべくアコースティックギターのコード弾きとかでも、なるべくこのオルタネイトピッキング、上下の振りは一定にして弾くことをお勧めします。はい、次3つ目なんですけど、3つ目はミュートです。これブリッジミュートとかじゃなくて、その音をしっかり、余計な音が鳴らないように左手とか右手を使って音を止めます。結構ね、他の弦弾いてなくてもこう、わかりますか、下の弦も一緒に共鳴して鳴っちゃうんですよね。この弾いてない弦も、うーんってこの下も鳴っちゃうんで、だからなるべくこう常に弾かない弦はこう相手指とか右手の下のここで456弦をミュートして弾いたり、まあ、なるべくその弾く弦以外は全部どっかで触れて、まあ、ミュートしてるんですけど、まあ、これいろんな方法があって、例えばこういう単音弾きとかだったら、まあ、これだったらお腹で1、2ミュートして、で人差し指の先っちょで4弦ミュートして、で一番下の5、6弦を右手のここで軽く触れてミュートしたりします。あとパワーコードとかだったら、この場合は一番下の6弦を中指でミュートして、でこの一番上の1、2弦は人差し指のお腹でミュートしてます。まあ、この基本的なオープンコード、ローコードとかでも、まあ、そうですよね。なるべく弾かない弦は全部軽く触れて
ミュートするじゃないですか。まあそれと同じで、ギターソロの時とかも、なんか常にこう、弾く弦以外は、まあ何かしらで触れてミュートしてます。まあ結構慣れるまで難しいんですけど、初めにしっかりこれやっておくことで、かなりその音質とか響きが綺麗になるんで、やっぱりやってない人との差は結構開きます。はい、次4つ目なんですけど、これまあよくあるクロマチック練習っていう、この上昇下降フレーズなんですけど、これを練習する前に必ずやるとか、まあ、要は準備運動ですね、スポーツでいう。右手のピッキングの感覚だったり、左手のフィンガリング、まあ、これが結構ね、これをやることで、まあ、研ぎ澄まされるというか、練習効率もかなり上がるんで、まあ、なるべくこれはやった方がいいです。まあ、フレーズは結構、まあ、クロマチックじゃなくてもいいんですけど、まあ、この場合指の指運のトレーニングと、左手と右手のタイミングを合わせる練習にもなったり、あとまあオルタネイトピッキング、さっき言った、であと左手の指の、まあ、筋肉トレーニングですかね、まあ、どんどんスピード上げることでしんどくなってくるんで、まあ、結構どんな練習していいかわからないっていう方はこれをおすすめします。まあでもね、結構ね、機械的な練習内容なので、あんまりその音楽的じゃないっていう意味でね、否定的な意見も結構あるんですけど、僕個人的にはそのフィンガリングの練習としては結構効果あると思ってます。この順番入れ替えたり、まあ、なんか自分なりにアレンジしてやれば、まあ、十分効果はでかいと思います。はい、で最後5つ目なんですけども、コード弾きですね。まあ、コード練習、まあ、初心者のうちから結構ね、和音とかそのコードの弾く練習してる方が、まあ、結構効率的というか、まあ、かっこいい演奏に憧れて、まあ、練習時間の多くをそのギターソロとか、まあ、かっこいいそのリードフレーズに費やしがちなんですけど、まあ、ギター人生、まあ、ギター人生って大げさなんですけど、そのギターの長くやっていくうちの7割8割は結局コード弾きって言われてるんですよ、そのプロの世界でも。まあ、なんでコード弾きを練習しとくと、まあ、より実践的な技術が向上するっていうか、まあ、実際ねバンドとかやってる人だったら分かると思うんですけど、まあ、そのギターソロとかって、まあ、結構一瞬じゃないですか、その割合で言うと、まあ、一番注目を集める部分でもあるんですけど、まあ、そのギター演奏の基礎であるコードバッキングを鍛えることで、まあ、トータル的に見るとそのより実践的に向上するっていう。まあ、ギターってもともと伴奏楽器なので、やっぱりそのコードを鍛えること、コード弾きを鍛えることで、まあ、トータル的に見るとよりいい結果が得られやすいですね。コードチェンジのスムーズさとか、あと音がビビらずに難しい押さえ方でも全部の音が綺麗になるとか、まあ、そういう練習ですね。はい、まあ、この5つですかね。まとめると、リズム練習、オルタネイトピッキング、ミュート、クロマチック練習、コード練習、この5つですね。まあ、この5つ初心者の頃から重点的にやれば、かなり成長速度は間違いなく速くなると思います。よりバンドとかその実践的な技術が身につくんで、まあ、ギタリストとしてのその需要というか、まあ、求められるものはより上がると思います。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。よかったら、わからないこととかコメント欄でコメントお待ちしております。まあ、今回の内容以外でも全然いいんで、ギターに関することとか、あと、まあ、まあ結構ね、僕音楽ブログ毎日発信してるんで、やっぱりそのそんなに僕ギターめちゃくちゃ上手いわけじゃないんですけど、知識に関しては結構いろいろ溜まってるもんがあるんで、まあなんかあれば聞いてください。はい、じゃあ概要欄にそのブログとか SNS のリンク貼っとくんで、最後覗いていってみてください。また最後にぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた。